小さいがさよならを告げたら夏の風をまた迎えよう。育った街を遠く離れて季節をまたいできた。たまには手紙調子はどうですか？チュチュルチュ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 ルチュ忙しくしていますか？無我夢中で探し回ってたあの夢の具合はどんなだい？僕の声は聞こえていますか？チュチュルチュ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 ルチュ評判はいかがですか？最高4回生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。そして年間ラクロスお疲れ様でした。僕自身関わらせてもらったのは一人暮らし会のメンバーの皆さんで、ヒロシさんやったら僕がチュンさんと喧嘩した時にまあいろいろお世話になって電話でも相談させてもらったり遅くまで空いてしまったんですけどありがとうございました。で、上さんあほんまバイト紹介してもらってもうずっと一緒におるような感じやって、うん、いつもいろんなラクロスだったりバイトだったりの相談乗ってもらってたんで、ほんまありがとうございました。で、まあ、途中から入ったミレイさんはあんま関わりなかったんですけど、まあ、最後一緒にみんなで飯行けてよかったです。マコスさんは特にまあいろいろありがとうございました。最後、まあ、たくさんは、まあ、7年間、ここから7年間お世話になっていて、ほんま、たくさんがおったから、ラクロスっていうのにも興味持ったし、
いろいろ、まあ、迷惑かけたりとかしたんですけど、ほんまに一緒にラクロスできてよかったです。ほんまにありがとうございました。おかげの会社の皆さんもほんまに僕のことをいじってくれたり、気にかけてくれたりとかして、ほんま、助かりました。僕からは何もできなかったんですけど、まあ、最後にこのムービーとして残せたらいいかなと思います。それでは、お楽しみください。4回生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。おめでとうございます。4年間お疲れ様でした。また練習来てください。来てください。4年間お疲れ様でした。また練習見に来てください。お願いします。お疲れ様でした。注意しろ、注意しろ。おい、お母さんのみんな、お疲れ。あ、じゃあ、ちゃいますね。いいよ、いいよ、いいよ、そのまま。お母さんのみんな、お疲れ。まあ、ラクロスな、楽しかったこと、辛いことがあったと思う。まあ、それでも、みんな続けてきた。これは絶対に力になる。これもう、そんなこれからの社会人になってから、みんなに、これから社会人ってなって、頑張っていってほしい。いや、お疲れ。Thank you。いや、もういいっすよ、もういいっすよ。龍谷大学ラクロス部完成リーダー全員リーダーです。今年の目標は一部昇格です。4回生の皆さん卒業おめでとうございます。ボーナス。あ、卒業生の皆さん卒業おめでとうございます。辻さんと特にファミリーのひろしさん、みれいさんには1年間お世話になりました。まあ、僕はやっぱウィンターはあんま活躍できなくて14番もらえなかったですけど、やっぱ僕はその現実を受け止めて上手くなれるように頑張っていきます。お疲れ様でございます。入ってこんの。あ、4回戦の皆さんお疲れ様です。辻さん背番号ありがとうございます。14番8年に頑張ります。妖怪さんの皆さん、ご卒業おめでとうございます。ファミリー長のやっぱノブさんにはあのブランコとかいろいろ教えてもらったんで、しっかり一番です。あ、一番もらったんで、それに恥じないようにしっかりリーグ戦も出れるようにしたいと思います。もしちょっとミスることがあれば、申し訳ございません。時間の戻ってる。4回生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。ファミリーの誠さんにはやっぱ背番号5番もらって、しっかり5番っていうブランドっていうのをしっかり引き継いで、俺が引退するときに5番欲しがられるような選手になりたいと思います。ご卒業おめでとうございました。いや、もう好きです。パカラッパカラッパカラッヒヒヒ。あ、間違えました。4回生の皆さん、卒業おめでとうございます。4回生の方にはいろいろとお世話になって、特にマルさん、錦さんにはいろいろと合理で教えてもらって本当にためになりました。これからも頑張ってください。ありがとうございました。ヒーいいね。いや、もう終わりで終わりで。やっとさー、やっとやっと。お疲れ様です。何ですか、何ですか、それ今も始まってるんですか。やめてください。ほんまですか。ご卒業おめでとうございます。これから頑張りますので、お仕事頑張ってください。おめでとうございました。いいですか、これで。卒業おめでとうございます。はい、イエーイ。おい、ボビー、早くラーメン連れてけ。Thank you.
お疲れっすね。ノブとオフェンスお世話になったノブと辻には結構思い出あって、ノブは同じミディとしていろいろ教えてもらったし、仲良くしてもらって、兄貴みたいだな。辻は顔はちょっと変やけど、ランシューとか一緒に打って勉強になったな。ヒロシは飯を奢ってくれてありがとう。おいしそう。僕は4回戦の時にはちょっとアタックとかで出させてもらったんですけど、今は合理なんで、来年からは龍谷大学のゴールを守っていきたいと思います。お前よろしくお願いします。またグラウンド来てください。ボビー、いつ焼肉連れて行くんや。いい加減怒るぞ。サクサクだと切ってんだ。連れてってな。以上。的には何回数で、ボルトプジンさん。僕たちが何を言いたいかっていうと、振り子も一緒で、追い込むのは自分次第なんで、先輩たちも社会に出てから自分で仕事なり家庭なり持って、自分自身で自分のことを追い込んでいってほしいなって、そうやって思ってます。それが俺たちのメッセージ。そういうこと。じゃあ行ってきます。4回生の皆さん、卒業おめでとうございます。4回生の皆さんは、ほんまにいい人だばっかりで、4回生の皆さんのおかげで去年はほんまにのびのびラクロスできました。でそのおかげで成長できたと思うし、ほんまにお世話になって感謝してます。去年は結果としては2部落ちたんですけど、絶対僕らが1部上げて、僕とか健也の代で関西制覇するんで、応援よろしくお願いします。終わりです。4回生の皆さん、ご卒業おめでとうございますよ。4回生の人には、いっぱいお世話になって、リーグ戦中僕はディフェンスの3枚目で出てて、結城さんにボロクソ言われて、メンタルがイカれてる時にボビーさん以外の4回生は
必死に声かけてくれて、もうマコスさんとかヒロシさんとか辻さんとか本当に感謝しきれないです。まあボビーさんはちょっとあれなんですけど、ボビーさんだけ声ほんまにかけてもらってないんで、焼肉ついててくれないとこれはちょっとどうにもできないです。丸さんも本当にありがとうございました。最後リーグ戦入れ替え戦、丸さんの言葉でちょっと泣いちゃって、ありがとうございます。まあいい思い出ではないんですけど、ちょっとこれから糧になっていくと思うんで、これからリーグ戦2部、今年2部で絶対に1部上がって、で4回戦の時に1部で活躍するんで、皆さん見てください。ボビーさんはいいんで、焼肉だけ連れててくれたら。終わります。4回戦の皆さん、卒業おめでとうございます。コウキです。僕が一番ヒロシさんに一言言いたいんですけど、本当に僕がどんな落ち込んでいてもいろいろ気を使ってくれて、いろいろフォローとかもやってくれたりして、すごい励みになったし、プレー面でも、まあ、僕を引っ張ってくれたっていうか、生活面でも家庭面でも本当いろいろ服くれたりとか雑貨くれたりとか、なんかすごい頼れる先輩でした。8番受け継いだからには結果を残していきたいと思ってるんで、また試合見に来てください。本当お疲れ様でした。4回生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。4年間お疲れ様でした。私はボビーさんと諏訪さんに勧誘されてラクロス部に入ったんですけど、その時のことを思い出すとすごく不思議な感じがして、きっと勧誘されてなかったらラクロスに関わることがなかったのかなと思うと、すごく不思議な気持ちがします。選手の皆さんはすごく個性的で面白くて、いつも部活を和ませてくれはる先輩方で、リーグ戦期間中も辛いことがいっぱいあったと思うんですけど、私は先輩方のおかげでラクロスが好き、ますます好きになることができました。そしてミレイさん、しおりさん、ウエさん、3名の先輩方は私にとってすごく偉大な先輩で、辛い時も楽しい時も、悩んだ時も先輩方のおかげで、ラクロス部で頑張りたいって思いました。本当に先輩方のようなマネージャーになれるようにこれからも頑張っていきたいと思います。先輩方が卒業されるのはすごく寂しいんですけど、またぜひ皆さんで試合とかに来てほしいなって思います。本当に4年間お疲れ様でした。ありがとうございました。4回生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。本当にお世話になりました。またグラウンドに遊びに来てください。いつでも待ってます。卒業おめでとうございます。今までありがとうございました。ご卒業おめでとうございます。何人かを除いてですけど、まあその何人かの人は来年頑張ってください。今までお世話になりました。頑張ります。これから頑張っていきます。皆さんも頑張ってください。お疲れ様でした。4回戦の皆さん、ご卒業おめでとうございます。ですね、まあ、去年は副キャプテンとして4回戦の皆さんに一番迷惑をかけたんじゃないかなって思います。まあね、去年は2部に降格しちゃったんですけど、まあ、今年、まあ、いろいろ迷惑の大輝とかで天気とかで頑張って、1部に上がろうと切磋琢磨して頑張っておりますので、また練習見に来てください。まあね、必ず1部に上げて後輩たちに僕たちも投げたいと思います。4年間お疲れ様でした。最後にボビーお疲れ、ありがとう。会場の皆さん、ご卒業おめでとうございます。そして4年間ラクロスでお疲れ様でした。4回生の皆さんと3年間一緒に過ごしてきて、貴重な時間を、一緒にラクロスに費やすことができて僕は嬉しかったです。まあ、しんどかったことの方が僕は多かったですが、
まあ、それなりに自分のために、まあ、チームのためになったと思います。4年間お疲れ様でした。のぶちゃん大好きやで。ブン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 千手観音ドゥ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 アシュラ違う